はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神10戦編です。今日でログインが、975日目ですね。はい、現在2022年2月16日の、13時27分なんですけども、今回はですね、ちょっと選手寮、選手ボックスというか、まあ阪神の持ってる選手ね、全て、お見せしようかなと、公開しようかなと思います。はい、前回ね、去年の7月ぐらいに公開してるんですけども、まあそれからまあ半年以上経ってますんでね、またちょっと新たな選手とかも入ってますんで、そのあたり、全て、ご紹介しようかなと思います。はい、それではですね、まずは、まあ、一応ね、阪神純正だけでこのアカウントやってますんで、阪神以外の S ランク選手ですね、現在持ってるのがこれだけですね。はい、基本的にはもうミキサーの選手です、すべてね。はい、この大和選手だけ、一応ね、阪神在籍経験、在籍してましたんで、まあ、タイムスリップでも出たこともありますんでね、一応 S ランク、これ交換会でね、取れたんですけども、取ったんですけども、まあ、一応レベルマックスにして、6個かけて一応置いてます。はい、まあ、A ランクもね、後で選手寮にいるんですけど、A ランクも一応2枚タイムスリップの大和選手持ってるんですけども、一応まあ、今後のために、タイムスリップ出た時用にね、置いてます。はい、他はもうすべてミキサーですね、阪神以外の選手はもういません。はい、それでは阪神の S ランク選手ですね、すべてこんな感じです。はい、まあ、基本的にはすべてね、まあ、極みになってます。はい、上からずっとこういう感じですね。はい、こういう感じです。この佐藤選手、ここ2枚あります、覚醒の佐藤選手ね、ここはこの2名2枚をファイナルミキサーにね、入れようかなと思ってます。はい、まあ、称号用はね、通常の A ランクの称号用も、何枚か持ってますんでね、もう覚醒の2枚はファイナルミキサーに行こうかなという感じですね。はい、あとこういう感じですね。はい、このまあ西選手も一応かぶりでミキサーやったかな、それでかぶったんですけども、ミキサーじゃない、 S ランク自中分、バレンタインプレゼントですね、あれで西選手来たんですけども、一応まあレベルマックスにはしとこうかなと思ってます。ファイナルミキサーでもしかしたら使うかもしれませんので。はい、あとこういう感じですね。はい、でこのマルテ選手も、ミキサーで被ったマルテ選手だと思うんですけども、これも一応レベルマックスにして、ファイナルミキサーに入れるかもしれません。はい、でこの山本選手、ここは、これをファイナルミキサーに行きます。はい、覚醒もう一枚ね、 A ランク今覚醒させようかなと思ってます。はい、まあ、そのあたりで、まあ、一応ファイナルミキサー5回できるということなんで、まあ、山本選手2枚と佐藤輝明選手の覚醒2枚と、あとまあマルテ選手か、そうですね、西選手、どちらかちょっと入れようかなという感じではいます。はい、今のところそう考えてます。はい、まあ、覚醒するね、選手もまだ何名いるんでね、持ってるのは持ってるんで、ね、そのあたりに指すかもしれませんけど、もう一応今のところマルテ選手が5枚目は最有力かなという感じですね。はい、まあ、一応S ランクの選手はね、もう OB も含めて全て極みで持ってます。はい、まあ、ファイナルミキサーに入れる選手以外はね、はい、そういう感じですね。まあ、一応 S ランクは今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,52名ですね。ファイナルミキサーに入れる選手入れて52名、まあ50名弱ですかね、実質ね。はい、 S ランク、全員極みで持ってます。はい、そういう感じです。それでは、A ランクですね。A ランクはね、結構偏ってるというか、多い選手、多い、いっぱい持ってる選手いるんですけども、こういう感じですね。はい、まあ、上から青柳選手が称号用9枚持ってますね。はい、で秋山選手称号用6枚で、伊藤選手称号用が7枚で、伊藤選手ですね、ここのところ A ランク自チームミキサー、 A ランク自チーム契約書と、ずっと狙ってる伊藤選手が4枚ですね、現在ね。あと1枚2枚欲しいなと思ってます。はい、で糸原選手が、7枚で、井上選手覚醒ですね、覚醒の井上選手が5枚で、岩沢選手が一番多いですね、これ、称号用で12枚持ってますね。はい、一応シリーズ2持ってないんでね、 S ランクも、S ランクシリーズ2取れたらね、称号をガンガンいいのつけたいなとは思ってるんですけども、まあ一応まあ極意書とかでね使えますんで、一応置いてます、12枚あります。はい、で岩崎選手4枚で、覚醒の上田選手が5枚ありますね。はい、で梅野選手が5枚で、エドワーズ選手2枚で、大山選手2枚で、ガンケル選手が4枚ですね。
木浪選手3枚、小林選手が2枚ですね。で佐藤輝明選手、これ通常の佐藤輝明選手が4枚ありますね、はい。まあ、4枚あるんでね、あの覚醒の佐藤輝明選手2枚、覚醒させてねファイナルミキサーに入れようと思ってます、はい。でサンズ選手4枚、で城島さん2枚ですね。城島さんは一応選手寮にももう1枚あります。でスアレス選手2枚、で近本選手が 1,2,3 枚ですね、はい。中野選手称号用 1,2,3、 あ、中野選手称号用も4枚あるんですね、はい。まあ近々ちょっと称号つけたいなと思いますね、4枚あればね、はい。で西選手が、称号用7枚ですね。で原口選手2枚、馬場選手2枚、で藤川さん1枚持ってますね。藤波選手も1枚持ってます、はい。でマルテ選手称号用が6枚ですね、はい。で山本選手、まあ、覚醒の山本選手4枚ということですね、はい。A ランクはこんな感じですね。まあ結構ね、まあ、岩佐選手とかもそうですけども、青柳選手もそうですけどね、結構まあシリーズ2取れてない選手の場合ね、ちょっとあの A ランク称号用が多くなってしまうのはまだ称号つけてないということでね、多いんですけどもね、岩佐選手だけで12枚ありますんで、まあ早めにね、まあ、ファイナルミキサーとかで、取れればなと思ってます。青柳選手、岩佐選手あたりね、はい、欲しいなと思ってます、はい。続きまして選手寮ですね。選手寮の方なんですけども、こういう感じですね、はい。まあ、タイムスリップとかの選手が多いですけどね、はい。上から今岡さん2枚、岩田さん2枚、小地さん3枚、で島本選手2枚、で新庄さん2枚、で城島さんが先ほどの合わせて3枚ですね、 A ランクね、はい。で高橋タルト選手結構あれ持ってますね、5、6、7、8、9枚持ってますね、はい、称号用ね、はい。一応 S ランク、前の S ランクの極みで称号もつけてるんですけどね、それとも9枚持ってます。で高山選手2枚、でチェン投手が5枚ありますね、はい。で中谷選手、もうねソフトバンク行きましたけども、中谷選手も5枚1を持ってます、はい。もう長いこと言いますねこんなこの中谷選手いつのんか、2019シリーズ1ですからね、まあ、S ランク取れないままソフトバンク行っちゃいましたね能見選手、能見選手が3枚、檜山さん2枚、で平野さん2枚、小野選手2枚、でこの福原選手 S ランクなんですけども、交換会で、来てくれまして、タイムスリップなんでね、非常に貴重な、選手なんで、まあ一応 S ランク極めて持ってるんですけども、今後ね称号用とかに使えるかなということで、置いてます、はい。でブラゼル選手2枚で北条選手1枚、で望月選手、これ覚醒の望月選手ですね、望月選手もねちょっと入れようかなと思ったんですけども、覚醒させてね、一応極みで持ってるんでね、覚醒の望月選手ね、だから A ランク1枚、まあ称号用で置いてたんですけども、まあ、まあでもそうですね、上田選手とかあの辺でいけるかなということで、望月選手一応置いとこうかなということで置いてます、はい。で矢野さん1枚で大和選手2枚と先ほどの S ランク1枚ですね、はい。そういう感じですね、はい。まあ、選手寮の方もね、まあ、タイムスリップの選手とか、最近あんまり出てない選手とかね、 S ランク出てない選手とかが多いですけども、こちらに回してるんですけども、まあ今後ねまたタイムスリップとか OB とかで出た時にね使えますんで、ちゃんと置いとこうかなと思ってます、はい。そういう感じですね、はい、はい。今回こんな感じですね。去年のまあ7月からまあ7ヶ月ぐらい、半年以上経ってるんですけども、まあ、選手寮、選手ボックスの方ね、阪神の持ってる選手すべて、A ランク、S ランクと公開させてもらいましたけどね、まだまだまあ、新しい選手とかね、出たら欲しいなと思ってますんでね、今後また、まあ、OB とかタイムスリップとかもそうですし、ルーキーとかね、覚醒のルーキーとか、そういう選手もね、できるだけ取って、そうですね、層を厚くしていきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金放浪ロード阪神10戦編でした。